連休中、肌寒さが続いた関東地方ですが、今日は気温が上昇し、夏日続出となりそうです。東京都心もすでに25度を超えました。今日の関東地方は朝から日差しが届き、気温が上昇しています。すでに都内や千葉県内で25度を超えていて、東京都心も6日ぶりに夏日となっています。この後は関東各地で9月中旬並みの暑さとなる見込みで、最高気温は東京都心で28度、横浜や前橋で27度と平年より5度前後も高くなる予想です。今日は一時的に気温が上がりますが、明日は気温が下がり、再び涼しくなる予想です。